こんにちは、ゆうのです。うつのです。今日はゲストをね、呼んでおりまして、はい、スーパーフードにとっても詳しいお友達に来てお話ししていただこうと思います。では、どうぞお越しください。こんにちは。まなです。うん、大学3年生で、この2人の同じ大学で同じグループに仲良くさせてもらっています。スーパーフードに興味を持ったきっかけは、インナーケアからがきっかけ、お肌とかもそうなんですけど、美容をこう教えてもらったのがきっかけで、私は優しい世界を作るっていうのが人生の目標なの、そう、人生の目標だから、それででも自分がその枠に入れてないってことに気づいて、自分磨きをするようになったのがきっかけで、あともう一つはこう自分を好きになれるきっかけにできたらなと思って、こういろいろ行動をしたのがインナーケアとスーパーフードです。素敵。ではそのきっかけとなったね、インナーケアについてまずお話ししてもらおうと思います。はい、ではまず一つ目、早速このフラワーエッセンスで、このお花の生命の力を借りて、自分 の, その不安な心とかを落ち着かせてくれるっていう、なんかすごいいいアイテム。あの運気とかに関係なかった、運気とかその幸運を呼び込んでくれるっていう効果があって、フラワーエッセンスでもいろんな効果があって、それに特化したものを自分たちで選んでいくっていう形になる。火とかね。そう、火とか土とか、5個のそう、太陽とかのパワーをもらうっていうのなんですけど、これは私のは浮き沈みが激しい時に安定にさせてくれるっていうのに特化したエッセンス。どうやって使うの？私は朝と夜に、まあ、直で7滴ぐらい。へえ、こうやって洗って。あって。アルコールとかが入ってるんで、アルコールアレルギーの人はダメなので、アルコールがなしなものを選んでください。ゆうなとはあれなの？授業。そう、フラワーエッセンスのオンライン授業、開発者さんの授業を、この前来たあゆちゃんと一緒にオンラインで受けたので、よく知っております。すごい素敵で、素敵。この作ってる人の思いとかが込められてるから、それを見て選ぶのもいいかもしれないです。だからフラワーエッセンスっていろいろあって、オーストラリアとか、私はオーストラリアさんなんですけど、こういろいろ見てみて、なんか企業理念とか見てみてからこう試してみるのもあると思って。楽しいですね。面白いと思う。コスメキッチンの店員さんが全員飲んでる。そう、結構、私もそうなんですよ。お話をしていただいて、飲んでますかみたいな言われた時に、飲んでますって言うと、なんか大体飲んでる。必須アイテムじゃん。そうなんです。なんか結構、人間関係も良くなるみたいな。やっぱ明るい方向に行ってくれるみたいで、いい感じやね。いい感じ。これ始めやすいしね。そう、ワンワンとしてすごく、水に溶かしててもいいので、普段の生活に溶け込めるかなと思います。では2つ目、トーンは皆さんおなじみのなんですけど、このフードが出るということで、結構巷では飲む日焼け止めって言われるぐらいの、そう、成分が入ってるみたいで、女性のための妊婦さんとか、こう赤ちゃんでも飲めるっていうぐらい、すごい安全安心なお茶で、すごい私は結構夜とかに飲むことが多いです。こうリラックスティー。そうだよね、フラワーだから絶対リラックスする。すごい美味しいし、なんか結構開けてみると分かるんですけど、なんかピンクなの。かわいい。なんかこれを水溶けるとめっちゃピンクだから、モチベが上がる。そうだね、飲んでる自分。じゃあいただきます。試食。そう、ちょっと甘味が入ってるんで、結構飲みやすい、普通のお茶より飲みやすいかなと思うんですけど、でこの中にハイビスカスとエルダーベリーとカモミールとエーデルワイスとリンデンっていうのが入ってて、ビタミン C とあと美白とか、シミ予防とかにすごく豊富で、あとはカモミールとかが入ってるので、温かくで飲むとリラックス効果で、お肌も体もすごく元気にっていう、一石二鳥の。しかも可愛いからね。置いておくだけでも可愛いから。可愛い。置いておくだけでも可愛いので、一回30回分飲めるので、一ヶ月、毎日飲んで一ヶ月すごく飲んでて、美味しいし、美味しい。すごい素敵。そうだ、炭酸とかでも飲んでも夏はいいかもしれない。一年中楽しめるね、飲み方的に。では三つ目。三つ目。はい。3つ目はミツです。ミツは CM とかでも最近、最近やってるよね。最近やってて、なんか飲めるお酢、なんで効果はなんか腸内環境を良くしてくれて、内臓脂肪とかダイエットにいいので、あとは疲労回復とかで元気にしてくれるっていう、私的には人工甘味料とか砂糖が多いジュースを飲むかは
こういうので、うんうん、ソーダとかで割った方が健康かなっていうのがあって、なんかお酢と糖分を同時に摂ることで効率的に疲労回復につながるらしいですよ、うん、じゃあ飲んでみますか、うん、ぜひ直で飲む、これは割ります、割るんよ、じゃあ飲んでみますか、うん、うん、美味しい、うん、美味しい、あんまり酢って感じしない、もう炭酸水とか飲むヨーグルトとかで飲んでも美味しい、うん、朝かけて飲んで、うんうん、確かに、うん、すごい手軽なのでいいね、うん、これいい、続けやすそう、これは美味しいからジュース感覚めちゃめちゃ、初めて飲んだ、本当、本当、うん、ぜひ飲んで、うんうん、いろんな種類があるので、確かに私はパイナップルが好きです、そうなの、パイナップルが美味しい、うん、美味しい、美味しい、ぜひ、なるほど、ぜひぜひね、はい、お試しいただいて、次は断食、断食したことありますか、ないないですか、一番難しくない断食って確かにメンタルも大事だし、うん、ちゃんと知識もない必要だから、ね、危ないよね、結構危ないので、私がやったのは、うん、昆布茶クレンズっていう酵素を使った断食なんですけど、まあ、効果としては腸内とか体のリセットをするためにやる人もいるし、あとはダイエット目的にする方も多くて、うんうん、私は一応体のリセットとしてやったんですけど、最初は準備期間を3日、うんうん、その時に食べるものが体に良さそうな、うんうん、和食とかその消化にいいもの、動物性のものが食べなかったかな、うん、でそこから3日体を慣らしてから3日4日はコースで断食をしました、うん、その後に回復食を3、4日かけて、そこでもう重湯とか赤ちゃんの体をいたわって、もう吸収率が高いので、うんうん、孫に優しいっていうのもあるんですけど、それで心がけてやりました。で効果としては私の実体験は、五感が刺激されて味覚とかがすごい濃い味だったらすごく濃いって思っちゃったり、うん、あとは体が軽くなってすごくリセットされて、あとはモチベーション、その体へのっていうのと、うん、食生活の改善、こう体にいいものを取ろうっていう意識が、そうここで向いたかなって、すごい、断食考えられないですね、そうトータル1週間、うん、2週間かかっちゃうから、ね、そうあんまりできないんですけど、お家にいるコロナの期間は、うんうんうん、確かにすごいいい機会かなって思って、うん、お家にいる時間が長いとできるので、バイトとか行っちゃう、お仕事とか行っちゃうとできないので、プチ断食から始めるのがいいかも、ね、土日だとか、そんなね、1週間も早まらないかもしれないからね、確かにちょっとずつ体をこう慣らしていって、うんうんうん、からやっていくのもいいかもしれない、ありがとうございます、やっぱインナーケアにするにあたって重要なことはマインド、うんうん、かなって思います ね、やってて意味がないとって思わないと多分効果が得られないと思うんです、サプリメントとかも飲んでるだけじゃ多分だと思うんですよ、いや本当にその通り、飲んで綺麗になるって思い込まないと体も多分反応してくれないから、まだ続かないもんね、そうなの、やっぱりダイエットってもう、うんうん、これ食べたら太っちゃうって言ったら本当に太っちゃうし、そのマインドをどう捉えるかが、うん、やっぱやってて楽しいって思えば、うん、もう体もこうちゃんと応えてくれるし、やっぱり自分と向き合う時間をもうちょっと大切にするといいと思います、そうだね、確かに向き合う時間としては全部最適だなって思う、うん、だからこのお茶とかもティータイムとして10分を見返す時間として捉えるのも、うんうん、私はいいかなと思います、これ大事だよね、でもスキンケアにおいてもやっぱ自分のマインドとか自律神経とかね大事だから、ぜひ参考になればね嬉しいなと思います、では今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。